はい、リプトゥンです。アオさんです。ミキーです。アネルです。このエリアだけ潰していこう、戻ろうか。あ、集めちゃおうぜ、集めちゃおうぜ。いいよ。何は真ん中のやつ。あのこの背中合わせたね。このよし、かぶれた。かっこいい。あの倒れてるやつゼロかぶり。ピャッ。あ、入ったね。ギリギリ入ったね。まあ、あまりこれだって思うほどのいい必殺技ではないからいいよ。タオさんがな、シフターとかな、結構いいレベルまで行ってくれたら楽なんだけど。いやー、まだ弱いんだよね、シフター、終電は。よいしょ。攻撃力がね、あと防御力とかがね、あれだったら一番いい。これやろう。俺に近づくなー。レバント倒れるけどね。うん、まあ、しゃーなしやろ、ここら辺は。俺、この中にいて開発が通る。はいよ。一回戻るか。おい、待ってくれ。気づけばみんなレアマグ計画。うん、よくわからない。これはね、検証上がるかどうか定かじゃないけど、やるだけやると。そう、ひとまず99までいったらハーパさんに託して、うん、上げてもらってレアマグを1個作ってもらう。これレアマグちょっと間違えちゃったから、クショにしてね。うん、パワーとデックスかな。上げよう。ミキって何と何を合わせてこい。レッドリアは、パワーとマインド、デックスと DF。 パワーとマインド、うん、じゃあ大丈夫なのか今のところ。だからパワーと、うん、スカイリーって別にレッドリアと別でしょ。別。パワーとデックスを上げれば、上げるのか。俺は上げたいなと思ってるんだけど。パワーとデックス、パワーで、あ、で、レアマグになるのかどうかがちょっと分かってなくて。ちょっと見せてやる。あ、マグのあれちゃんと一番いいのがトリメイトでも、パワーを思いっきり上げるんだったらソロアトマイザー。うん、あ、ミキソロアトマイザーだけでいいよ。あ、マジ。ソロアトマイザーパワープラス20上がって。ミキさ、あれマグの経験値ディフェンスがプラス5。え、みんなどこ行った。パワーとマインドがあと9、攻撃値が9になるのと、すごい極端な振り方してるね。 DF と DF とデックスだから18なんだ。だから18だから32だから今からでも全然遅くない。おけどちょっと大変だよ。 DF 上げるのに絶対にパワーが上がっちゃう。なるほどね。そうで、もしパワーが上がらない方法でやる場合、マインドが上がっちゃう。あ、だからちょっと面倒くさいかもしんないけど、下げる方法も取り入れつついかないと。あの大変だねってことね。頭使うね。トリフルイドぶつけるとパワーがマイナス15けど、マインドがプラス15。はあ、ちょっとなりそれ美味しそう。いや、誰かが拾って欲しい。ちょっと見せていくか。どれぐらいレベルのやつ。47。気が遠くなるわ。あ、関係ねえっしょ。だから一瞬で先しまったのだよ。気分転換だからスケブールの活用はありです。ひぇギルチック。これゼロ。普通じゃねえよ。いや、普通か。何が。んダブチッチじゃなかった。あー、ダブチッチはあれだね、アルティメットだ。あー、違うわ。ギルチッチ、ギルチッチか。皆さん、守るっちみたいな。マモルッチ、何をそんなマモルッチみたいな名前。もうなんかね、コードエリアにすごい飽き飽きしてるから、もうさっさと行くよ。はいよ。もう黙って遺跡行こうぜ。うん、行こう行こう。まだやり込みの方がそっちも高いし。遺跡じゃないといいの出ねえ。てかさ、大丈夫。あっちボス倒し終わった時にアイテム取れる。みんな俺6個持ってるから大丈夫だよ。4、5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 
っとやる。スピナーの方がいいんだっけな。さっさと潰すぞ。はいよ。万歳で。ああ。お、すごい喜びだ。イーラが騒いでる。あの喜びだ。気色悪いな。あれなり喜んでる時なの。そうだよ。へえ。なんだろうな。外国の人のダンスみたいな。あ、これだね。こっち。そっち。EP の始まり、マイクこっち方向。ナイス。気持ち。何でもいいから与えて、何でもいいからだよ。OK。したらね、下からドゥンってくるから。何でもいいから青いやつもぶっかしちゃった、こっちもだから。いやー、あとない。ナイス。今、2-2で分かれてやったんだよ。
逃がしてんだ。スルチー。ティアップ。逃がすな。足止め。足止め。足止め。ゴー。ゴー。ファイヤー。何？足しびれて痛い。何やって？俺無敵モードで。やったぜ。何すん？でかくてになったらそこ打ち込んでの。そうだね。赤いやつ俺の攻撃当たってる。オッケー、青いやつ潰した。援護するよ。オッケー、ナイス。足がビリビリ。頑張れ。大丈夫。大丈夫。足がビリビリ。目の前でスタンバイ。下がった。全然出てこないね。なんか壊してないところ、ここ以外ないの。ゴー！ゴー！オッケー！あと地面のクソ野郎。クソ野郎とかいけ。奥にいる。遠い。あー！スロートバイザーオンライン。この野郎俺と肉店ソラトマイザーもうそこで使うくっざり。青いやつ誰か狙っとい。俺のビリギリが当たってる。ナイス、ネルさん。素晴らしい。オッケー。終わりか。はいや。必殺を使うだろ。何遊んでんの。外れた。いいよいいよ。あ、いいよ。外しとく。外しびれた。分かってて、分かってて今びっくり。足がしびれた。俺、足に座りながらやってたんでね。寄りかかりが尋常なく深かったからびっくりした。グインって言ったからね。強くして新登場。ね、仲間が必殺されたときに他の人たちが Y やると PB 減るけどその代わり攻撃力を上げることができる。これ俺に対して絶対打ってるよ。768だった。おっ、驚き。驚きの美味しさ。顔の提供でしょ。お送りし。ああ、やるぞ。お送りしたかった。さっさと潰せ潰せ。あいや。おいえ。あ、待って、なんかすごいダメージあえて食らってんの。一回もそうだね。痛いね。もうダメージ食らう覚悟で。ほぼほぼ動かず終わり。俺も動いてない。で、ここから回復届くのね。おめでとう。38です。惜しいね。やったぜ。じゃあみんなアイテム回収してつこう。はいよ。ということで今回、行動終了です。リフル。ということで次回は、ハードの遺跡、123、そしてボス戦ボスなので4つ、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろぴくということでお疲れ様でした。お子さん入ってお疲れ様でした。